っと待ってください。あ、リブロ君から申請来たんで、つないでいきたいと思います。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。聞こえます。わ、リブロ君、お久しぶりっすね。めっちゃ久々っていうか、そうですね、行くっつって、なかなかタイミング合ってなかったんで。いや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 、なんかすげえめちゃめちゃ元気そうで、ほっこりしてます、今。そうですか、はい、取材っていうか、あれで行かせてもらった以来って感じですよね。はい、取材。オーリーの取材ですか。そうですね。あの日以来ですね、よく考えたら。確かに。あ、じゃあ、あれね、あれですよね、20年ですよね、あれ。割と最近ですね。あ、今日。いや、去年ですよね。あ、じゃあもう、遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや、最近レックしてるんで、はい、割と近いんで、行こう行こうっつって。あ、そうかそうか、そうですよね。電話ではよくお話させてもらってて。そっかそっかそっか。ズカさんのところでやられてるんですもんね。はい、うん。でもね、嬉しいっすよ。そんな声かけていただいて。いやいやいや、こちらこそですよ。いや、なんかさっきもコメント来てたんですけど、はい。リブロ君、俺リブロ君がそんな髪伸びてるの初めて見たかもしれない。いや、これ、ちょっと迷ったんですけど。いやいや、いいと思います。はい。ちょっと家庭ということで、成長過程ということで。寝かしてるというか、はい、なるほど。いやいや、いいですね。なんか爽やかというか。いや、ただ、はい、ただ伸びちゃってるっていう説もある。そうですか。ちょっと考えてるので。さあ、はい、速攻でツルツルになる可能性もある。そうですよね。やっぱリブロ君といえば結構坊主というか、あれもかっこいいっす、来てますね、コメントが。いや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 、素晴らしいです。でもやっぱこのリブラさん髪伸びましたねってすぐ反応してくれるところがやっぱ皆さんあれですよね。チェックしてくれてる感じで間違いないです。ちょっとまずこのカルチャーにちょっと慣れる時間が必要なんで。はい、カルチャーなるほど。まあ、自分も2年半ぐらい近くずっと坊主でしたけど。はいはい。そうですね。はい、最近はちょっとちょろちょろっと伸ばしたりしてます。やっぱりちょっと、はい、あれですかね、部活を辞めた後の反動みたいな感じで、急に伸ばすみたいな。そうですね。でもまあ、ちょっと、はい、ちょっとジオの場合はね、もう、めでたいってくらい。あ、いやいやいや、本当にありがとうございます。本当、あれですね、自分がこう言ってる間、もうずっとリブロ君は本当、キャッスルのことも、いろいろとサポートしてくれて、なおかつね、自分も本当、リブロ君のこう手紙とか、すごい励まされて、っていう、本当に感謝しかないです。まあ、いや、もうこちらこそ、キャンセルあってのっていう思いが、やっぱずっともうありますんで。むしろ差し入れの本がゴリ押しじゃなかったかっていうのが、今でもあります。周りのみんなにもちょっと、あれちょっとジオこの手のやつ大丈夫かなって、ちょっと確認を何点かしたことは。いやいやいや、いやいや、もう全然いろいろと逆に勉強させてもらって、はい、自分がやっぱこう知らない世界を、いつもリブロ先生から教わってますんで、いや、本当いつもありがとうございます。あ、いや、本当にです。そうなんですよ、皆さん、まあ、カン君が、もともとこのインスタライブ企画みたいな、こう、カン君に教わって、まあ、カン君のことをインスタライブの師匠というふうに呼んでるんですけど、そうですね、勝手に。でもリブロ君は本当自分のこう音楽の師匠っていうふうに、それも俺が勝手に言ってるだけなんですけど、はい。いや、今日は師匠とのウォークのレコード持ってます。ウォークのレコード待ってますか？今びっくりして、もう、そんなの出てるんですかと思って、俺知らないっすって今思った瞬間でした。そうですね。ちょっとでも、ちょっとアナログはちょっと作りたいですね。やっぱこの、そう、CD っていうね、もう CD 自体も僕大好きなんだけど。はい。ね、まあ、最近結構7インチとか結構切られてるっすよね。まず結構っていうよりは、昔のっすね。まあそうですね。それこそ、
ピーバインが今、そう、45周年っていうことで、ちょっと、はい、出したいっつって言ってくれたんで、はい。これは本当に贅沢な一枚ですよ。A 面に雨降りの月曜が入ってて、B 面に対話が入ってる感じですよね。もうまあこの20数年前のこの。ああ、20。本当っすね。本当。でも、こちらもシンプルだけどすげえかっこいい。そうですね、これは岡田慎くんが、プロデュースしてるストロングっていう、はい、スケボーの映画があって、それの、まあ、主題歌って感じになるのかな。映画は一応、放映はされたんすよね。されたっすね。ちょうどだからね、まあ、それも今のご時世とだいぶ被っちゃってて、うん、はい。まあ、本来であればオリンピックが始まる前に、今年というか、そうですよね、もし開催されるんだったら、スケートが競技としてやられる流れだったので、それに合わせて岡田さんが、岡田さんが一応主人公というか、原作みたいな感じですよね。そうですね。ですね、ストロングは。うんうん、はい。スタンドストロングだ、そうだ。で、リブロ君が、その映画の中の、サントラだったりと、あと、そうですね、トラックもか、劇中の曲も何個かやって、まあ、その主題歌というかね、それもやらせてもらって、はい、それは、もうなかなかのメンツというか、これは胸熱なメンツじゃないですか、本当に。だいぶ胸熱でしたよ、はい、僕は。こちらの金さんと。皆さん、もうチェックしてるとは思うんですけど、ミュージックビデオも見れるんで、ぜひ見てほしいんですけど、はい。リーさんと、はい。ボーズさんと、もうね、ヒーロー大集結って感じで、自分の中で。だいぶそこはちょっと嬉しかったので。で、スタンドストロングは、ネットフリックスかな、はい、見れるようになってるっぽいんで。ああ、マジっすか。まあ、うん。見れる皆さんは。ちょっと。なるほど。あ、結構そう見たいなと思っても、意外とその情報とかがなんか自分も拾えなくて、そうですね。劇場はなかなか、はい、だから厳しい時期にかぶっちゃってたんで、そうですね。今ちょっとそっちで見れるようになってるみたいなんで、ぜひ、ちょっと興味ある方は、はい。ご覧になってください。皆さん、ネットフリックスで、スタンドストロング、見れるらしいんで、皆さんぜひチェックしてください。あれ、音源として、フィジカルはこの7インチのレコードだけですよね。とりあえず今出てるのは。そうですね。うん。のはずです。まあ、こちらも残りわずかなんで、よろしくお願いします。うん、配信はされてるのかな、あ、されてると思いますね。うん、はい。そこと、それ、ものはないですね。うん、うん、うん。なるほど、なるほど。いや、もうすごいです。ハートがめちゃめちゃ飛んでます、リブル君。リブル君、あれじゃないですか、インスタライブやの初じゃないですか。初どころか、はい。自分でまず、まだ、なんつうのかな、投稿してない状態。そうっすよね。それをする前に、ジョーに見つかっちゃったんで。リブ君、登山くんっす。ああ、つい。ああ、ご無沙汰してます。だから、はい。そうそう。登山ワンとね、一応俺もこれで、できるように、俺作ったようなもんなんで。はい、やっぱね、嬉しいっすね。嬉しいですね、うん。このなんか、ラフなトークがこう、皆さんに、はい、あ、グフフって。いやいやいや、いいですね、いいですね。熱いはい。そうなんですよ。あれですか、まあ、自身の楽曲制作以外にも、やっぱトラックプロデュースだったりとか、相変わらず音楽活動をずっと続けられてると思うんですけど、最近は、はい、今どういう動きをされてるんですか？最近はもう特にちょっと自分のやつをまたアルバムを作ってて、ほほほ、って感じですかね。なんか、うん、その自粛じゃないけど、その時期にやっぱ、はい、みんな結構高まってる人たち多いっていうか、うん、まあ俺もちょっと負けてられないよなっていう感じで、はい、だいぶまたそれまでより間空いちゃったんで、うんうんうん、ここら辺で
ってアルバムとして、一個前に出てるのはサウンドスピリッツですよね。そうっす。うん、そうっすよね。そうです、そうです。こちらは、サウンドスピリッツは出てるのが、2018年年末か。そうっすよね。こちらの、サウンドスピリッツ。そう。俺、この、それこそ、このアルバム、まあ、まあ、全部の作品、思い出、もうこっちが一方的になんですけど、思い出がこう深いんですけど、サウンドスピリッツも、俺は曲よりも先に、この歌詞カードを先にリブロ君に、ああ、そうだ、無茶を言って送ってもらって、こんな、こう、中で、こうやって、こう歌詞カードを読みながら、ミスしながら、そうなんですよね。脳内でこう、うん、これはこんな感じだろうみたいなのとか、うん、はい、そういう楽しみ方をしてから聴かせてもらった、うん、アルバムなので、すごい思い入れが強いんですけど、うん、この結構だから想像と違うんじゃないかなと思いながら、うん、送ったとこあったんですね。ああ、うん、こう聞くのと読むのと、ね、うんうん、結構言葉数を減らしてというか、うんうん、その時そのリブロ君がこう言われてたのが。なんだろう、もう簡単にする難しさみたいな、うんうんうん、もうやっぱもう深いというか、やっぱこう仙人だなと思ったんですけど、その一ラインとっても、まあ、はい、まあ自分がしてなかったことをチャレンジしてるから、まあ難しいっていうだけなんで、まあ当然のようにやってる人もいるんだけど、やっぱラップはその言葉数をいくらでも詰めていけるっていうか、はい、そこがあるので、やっぱ説明しようと思えば結構ね、できるんだけど、まあちょっとそれをうまく減らしどこまでできるかなみたいな、うんうん、でだいぶ歌っちゃってるんで、その、メロディーに込めるというか、はい、結構全然難しかった。あれですか、こう新作のに関しては結構歌ってる感じなんですか、今作ってるのに関しては。結構ラップ、あ、まあ、サウンドスピリットよりはちょい抑えぐらいで、でも、はい、やっぱ歌っちゃってますけどね、うん、やっぱ、うん、いやいや、いいじゃないですか、なかなか、うん、もうやっぱリブロ君のやっぱそのメロディーってやっぱもう心地いいですし、かっこよくもあり、うん、はい、ちなみにこうもうレコーディングは進めてるわけですよね。そうですね、うんうん、その進めてて、もちろんそのリブロ君主体でアルバムだからこう進んでいってると思うんですけど、うん、こう今回こう客エンジンとかも入ったりとかっていうの、そう、何人かいて、はい、そうですね、もうちょっと撮ったのがね、クールムートンですかね、クールムートン、マジですか、フューチャリングクールムートン、なんかちょっとはい、バトルとかの場にトラックを提供することもちょいちょいあって、はい、だからよく現場に行くんですけど、はい、でまあ本当みんなすごいっていうか、うん、もうレベルだなと思いつつ、うん、やっぱその中でもなんかちょっと なんていうかフローっていうのね、音楽的にちょっと何か似てる人じゃないけど、うん、なんか分かるなっていうのがその2人っていうか、で、まあ実際そのムートンはには、はい、タッグ提供何曲もしてるんで、はい、その関係あったんだけど、クールはぜひと思ってて、そうで、クールとかはバンドの中でもすごい映える、はい、ちょっとね、ミーターズとかやってますもんね、かっこいいですよね。うん、そうですね。うん。なし、だから、でまあ、二人と、はい。あとは、チンさんですね。チンさん、銀座鉄板じゃないですか。そうなんですよ。だから、あ、だからね、まあ、そろそろついに、ちょっと、やりたいな、やっていい、いいかなじゃないですか、うんうんうん、ね、もらいたいな、とか。いや、楽しみっすね。
え、あれですか、一応年内には行けるかなっていう感じではあるんですか。まあ、もちろんまだ、うん、そうですね、今年も始まったばかりなんで、あの、はい、だから目標はだからそうですね、だから春にはなんか準備はできてる状態にしたい。めちゃめちゃケツまで短いじゃないですか。あんま早く言っちゃうとプレッシャーになっちゃうなと思って、あの、そうそう、あれ、なんか準備はできてた上で、なんかいろいろ、なんだろう、そのビジュアルじゃないけど、そういうことですね。になんか、うん、まあ、こうちゃんと仕込みたいなっていう、うん、うん、ね、っていうかね、そういうのは仕上げときたいなっていうのは。うわー、楽しみですね。うおーってみんなコメントくれてますね。陳さんやばい。いやー、楽しみですね。はい。陳さんは本当になんか、なんていうか、波動が来るっていうか、はい。巻き込まれる感があるっていう、その、やっぱ、一緒にスタジオにいたりするだけで、はい。なんか、乗せられてくるっていうか。まあ、もう、それだまだレコーディングはしてないですけど、はい、あの、なんかあれですよね、鎖カフェかなんかで2人がこう飲んでるシーンが、 その絵面でもやばかったです、うん、ひとまず飲んだんです、はい、あの、なるほど、ひとまず日本酒を、あの、まあ、午後2時から終電ぐらいまで、はい、うわ、最高じゃないですか。もうちょっと半分覚えてないみたいな。なんか途中でそう、こうキャッチボール、本当のキャッチボールしたなっていうところまで覚えてて、はい、そこから、まあ、実はあのスタジオ入ったりして、うん、なんか向かって撮ってたんで、なんか、なんかもう本当その熱にもう、まあ、やばっ、なんか解放してくる、させてくるっていうか、はい、なんかこう周りの人の、はあ、え、もう フリースタイルでやるってことですか。フリースタイルでなんかやってたっすよ。あの、だからそれは応援のとかじゃないですよ。はいはい。もう上がってってことですよね。たまたまそう、ガッテムがいたんで。はい。まあ撮れる環境ではあったと。なんかないみたいな。いや、せ、あ、このトラックしたら、もう、はぁ。そうですね、もう、まあ、それだけでももう本当に価値ある。うん、うん、うん。そう、やばいです。いやー、やっぱ、はい。だからその陳さんの曲とか考えるときにはだいぶなんかお酒でも飲まないとダメな感じになってきたですね、はい、あの感覚をもう一度じゃないけどなんか作業しててもあの時すごかったなみたいな感じ。はあ、なるほど。いや、ぜひちょっとその場に自分もお邪魔したいですね。こう見てるだけで。いや、もうね、もう本当そう。そうですよ、ちょっと。いや、一緒に飲みたいですね、まだ。そうですよ、だから、はい、あの店がやってないっていうのはね、やってないもんね。そうなんですよね。はい。うん、まあ、7日明けたらだし、4月、今一応、上旬というか、うん、まあ、早い段階を目指して今、マキオ代表に動いてもらってて、新店舗オープン。まあ、ちょっと、キャッスルも3月10日で今、アメ横店舗はもう、閉まっちゃうんで、はい、で、今、はい、新しくなったら、こう、CD ショップ&バーになってお酒も飲める、お店になるので、はい。それはいつからなんですか？一応4月の上旬っていう感じで、はい、もう4月のもう前半でっていうふうに今一応話は聞いててって感じですね。うんうん、はい。そしたらまあそこでも飲めるし、まあ普通にもう飲み行きたいですけど、うん、はい。また美味しいんですよね、こうリブロ君とこう、話しながらこう飲むお酒っていうのは。やっぱなんかいろいろこう、飲んだり、こう、摂取したりする、はい、食ったり。なんか間おかしかったですけど、でもその、はい、その中でも、なんか、結局、ちょっとさ、お酒が一番エモいんじゃないかなっていう説が、だんだんなんか、あるんですか。いや、それは間違いないと思います。なんすかね、でも、夢見てるみたいな時間なんで、覚えてないっていうパターンもあるんですけど、その時の感動を、わかります、うん。たまになんかこう、飲んで、こう、エモーショナルな感じに なって、書いたリリックとか翌日見ると結構、うん、ああ、みたいな、ひでえ、みたいな時とかもあります。ひどいパターンもある。ひどいパターンもあるんですけど。でも、
そうですね。ちょっとやっぱお酒にまつわる話になると、やっぱこう、やっぱこの人はちょっと、まあ、グラグラにもなったりするけど、本当水系みたいな使い方するなと思うのは鬼くんですかね。あの人は酒飲んで全然リリックかけるし、なんかそっちの方が調子いいみたいなこととか言ってて、なんか本当っぽい、あの人に関しては本当っぽいなって思った。あの、カン君とかも結構あれですよね、ウーロンハイとか片手に書いたり、まあ、上野君とか、なんか、まあ、そうですね、自分は結構、酒飲んでリリックとかは絶対、あの、ダメなタイプなので。あ、本当？はい、意外といけないですよ。リボ君行ったりします？飲みながら。いや、あの、なかなかないけど、はい。飲んだ時に感じることは結構多いっていうか、なんか、いろいろ結びついて、なんか、いきなりジーンとしたりするっていうか。ああ。何なんですかね。いや、まあ、まあなんか、まあそもそもお酒飲むだけでちょっとあの、美味しい、あの、お刺身と美味しいお酒があっただけで、なんかそれだけでジーンとする時があるっていうか。いいっすね。いいっすね。このお酒を作った人とか、わそれを作ってるお米を作った人とか、はい、この手間、そしてこのお刺身、うん、この、感動するっていうか、もう、すぐジーンとするんで。だから、いやいや、いい話です。まあ、ちょっと、なんか一服して、なんかこう、言ったりするのも、あの、うん、もうそれはもうもちろん、もういいことばっかりなんですけど、はい、そっちはなんかあの、すごく、なんだ、あの、なんかセンス、いろんな感覚のセンスっていうか、アンテナが、こう、うん、ちゃんと、うん、いい方、気持ちいい方、いい方をちゃんと指し示してくるとか、うん、だから、それはなんかね、それはいいんですか。それはそれでというか。それはもうもちろん、もう。うん、なるほどですね。まあまあ、みんなそれぞれ。はい。安全。いや、いいですね。なんかこう、またこう、シラフでこういうふうに、話して、あれ今飲んでないですか？ティーですか？今コーヒーの。あ、同じですね。私もコーヒーなんですけど、こう、コーヒーのこの、なんかトークもまたあれですね。その客観的にその、いつもそうですよね。お酒一緒に乾杯させてもらうことが多いんで、リブロ君とは。そう、二人とも酒好きってことで、はい。なんかいいですね。新鮮ですね。こう客観的に酒飲んだ時の話をコーヒー飲みながらすると。はい。コーヒーもいいですよね。コーヒー的な方向でもある。うん、いや、いい話です。何の話だったかなって、ちょっと一瞬思いかけちゃいましたけど、すごくいい話でした。そう、それこそ、まあ、今、最近のこう制作の話だったりとか、活動の話とかしてもらって、最近というか、KOK、キングオブキングス、それこそ鎖でカン君が主催でやってる MC バトル、日本で一番の MC を決めるっていう大会っていう名目でやってるんですけど、ずっとリブロ君こうトラック提供してるじゃないですか。そうですね、うん。そうですよね。そうです、うん。で、そっか、それで、なんだ、今もう15年ぐらいやってるっすか、もう。KOK も。彼も2回、ね、ガドロ、スー君、6回か。だから2016の頭からって感じかな。ああ、なるほど、なるほど。15のチャンピオンを決めるって感じで。うん。なるほど。まあ、結構、そのビートでこう提供されたものとかっていうのは、みんなちゃんとしっかりリリース、翌年にとかっていうふうにこう、みんなこうしてるわけですか？あ、でも、どうなんですかね。もう、多分それも、してる人もいれば、はい、まあ自由ではあるんで。まあそうですよね。うん。何曲かはあるしね。その KOK のプロデュースもそうだし、まあそういう流れからこう、ムートンとかはビートのこう、交換というかそういうつながりができて、
曲作るときにプロデュースでトラック渡したりとかっていうつながりになってったわけですか？そうですね。なんかムートも、まあ、それももちろんあるし、はい。あれかな、ムートは、それこそ鬼くんのとこの、ドープっていうか、あっちの流れ。そう、確かになんかその、関係もあった、自分もその多分いない不在期間の多分流れだと思うんで、そのムートンとかは結構もう新宿の人じゃないけど、まあ福島ですけどもちろん、その、で、そこ新宿のこうクルーじゃないですけど、鬼くんのこの歌舞伎のあのクルーの中のこう一員じゃないですか、そういう今位置でもこう動いてるのかなっていうふうに、もうざすごいざっくり、あの雰囲気でそうなのかなって思ってる状態なんですけど。そうですね、そこも、その流れもあるんで、まあ、はい、その流れも強いし、うんうんうん、で、その鬼くんもだいぶ曲も何曲もやってるんで、はい、音渡したり、うん、うんうん、なるほど、なるほど。はい、してもらって、あ、そういうことですね。で、頼まれて、はい、うん。もうビート相変わらずもう作り続けてって感じですよね、そこはもう。そう、作っては、まあ、一応、プロデュースじゃないけど、トラック提供とかは、まあ、しつつ、はい、そうですね。まあ、今は、だから、自分の集中的にやってるんで、ちょっと、ああ、なるほど。ちょっと宿題を溜め込んじゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと皆さん、お待たせしてる皆さん、ちょっとすいませんって感じ。いや、待ちますよ。もう、もちろん。いや、でも、その、今、こう、制作の流れで、話をさせてもらってるんですけど、ちょっと、リブロ君がどのくらい、のペースで出してたのかなっていうのをちょっとさっき見たんですけど、うんうん、まあ、帯同だったりとか、その98年とかにリリースして、うん、で、2009年に、インストのアルバムを出してるじゃないですか。で、そっから、そっからってあれですか？間空いて、コンプリートですか？コンプリートチューニングス、ね、うんうんうん、あ、それ出てるのが2014年なんですけど、うんうん、それこそ一番最初にコメントいただいた自分も一曲参加させてもらったりとかしてて、ウォークって曲で、うん、もうそっから、怒涛のというか、1年に1枚、まあなんだったら間に鎖グループ加入してそこでギアっていう EP 出したりとか、はい、そうっすね。で、15年に開く人出して、16年に風光る、うん、そう、毎年毎年出してるんですよ。そう、キャッスルでも今リブロ君のタイトルこんだけあるんですよね。おお、ほうほうほう、ありがとうございます。はい、そうなんですよ。そうですね、こう結構ずっと特典とかも一緒に作らせてもらって、これはチコカリートとリブロ君と一緒に宣伝みたいになっちゃってますけど、あ、特典ね、特典、はい、だいぶ作ってもらったですね。そう、いやいや、こちらこそですよ。これはおむすびとリブロ君と一緒にやらせてもらったり、そうですね、この島野さんと一緒に出した、あ、そうです、この時は千人賞とリンクしたんですよね。本当だいぶ繋げてもらったっすね。いや、もともとだから、はい、このラップのアルバム作るんであれば、それまでの一応まあやってなかった、その期間のなんていうか、なんか溜まってたもんは全部一回、もうゼロぐらいまでに出し切んないと、ちょっとそこにまた同じみんなの、なんていうか、レールの、ね、レールじゃないと。そこにまた入っていくっていうのはちょっと失礼があると思って、もうちょっともうちょっと全部ありったけ全部出すって気持ちでその始めたからにはとかね、それでもうそのペースっていうか、だからそれもあれですよ、やっぱやっぱ背中を押してくれた人は何かやっぱりいるけど、キャッスルのそのラップアルバム出す前にはミックスとかちょっと出した。うん。そうですね。今、戸沢くんが言ってくれてですね、マインドチューナーから流れ作ったよね。懐かしい。いや、ほんとそうっすね。そう、ミックス CD が、
まあ、それがあったんで、もう僕もちょっともう、まあ、どこまでもやっぱり何かフォローできることがあったらと思って、こうやっておりますよ、もうキャスト。いやいや、もう本当にありがたいことがあります、本当に。まあ、いや、もうむしろ、ちょっと、出るたびに、その、押してくれるし、本当にありがたい。いやいや、こちらこそです。それこそ、もう本当に自分も、一ファンとして、一ヘッズとして、リブロ君の、それこそ、90年代出してた帯同だったりとか、俺は当時中学生とかだったんですけど、多分中3とかかな、この帯同とかをレコードで買って、で、その、まあ、レコードなんでこう、歌詞カードとかそういうのもないんで、こうひたすらこう、針でこうやってかけて耳コピするっていう作業をひたすら、繰り返してたヘッズでしたね。そう。で、それでやっぱこう、ひょんなことからというか、リブロ君と、こう、また活動するときに一緒に、なんか、モントビビたる、あれですけど、手伝わせてもらったりとかして、こう、一緒にやらせてもらう、やらせてもらったりとか、はい。まあ、教えてもらったりと。ちょっと半分、どんどんやりたい気持ちにはもちろん あったんですけど、まあ、なかなかずっと中途半端だなと思ってた中、うん、もう、その、まあ、やるなら応援してくれる人はいたんだけど、はい。まあ、その中でも、ちゃんとこう、なんていうか、ちょっと低いハードルを準備してくれたっていうか、その前に、何でもいいんですって。何でもいいんで、ちょっと、リブロっていう、まあ、名前じゃないけど、そこで、はい、まあ、活動、まあ、再開したらどうですかっていうようなニュアンスで、こう、うん、ね、キャスも置いてくれたんで、ミックス CD っていうかね、そこから、なんかもうここは本当、でかいですね。もうこちらこそあります、うん。そう、今ちょっと話にも出たんですけど、今日、それこそリブロ君で久々にこう、面と向かってというか、顔見ながら話せるってことで、うん、なんか、何を、こうチャリで最近通勤してるんですけど、葛飾から上野まで。で、今日の BGM はもうリブロ君だなと思った時に、久々に、すげえ久しぶりに帯同聞いたんですよ。で、いや、さっきも話したんですけど、20年前とかじゃないですか、リリースされたのが。で、やっぱ、もう皆さんもこう、そう思ってると思うんですけど、まあ、もう色褪せないってこうずっと言われてるこう名盤なんですけど、いやー、これをこの20年前にこの作ったっていうのはもうほんと凄まじいなの。素晴らしいを超えて凄まじいっていう、はい。インとかもやっぱ踏みまくりじゃないですか。もうメロディーもそうですし。あんまでも、その、周りの中じゃ踏んでない方だったんですけどね。あー、当時のってことですか？そう、みんななんか狂ったように踏んでたんで、でも結構意味通してなかったりとかも、なんか陰にこう踏まれるじゃないですけど、陰のことばっかやってる。ね、むしろなんか、そう、もう数踏んで、そこで生まれる不自然な日本語とか、うん、はい。不自然な響きがなんか面白かった時代。はぁ、ま、確かに。本当に、うん。だからまだ今の段階じゃない時代っていうか。考え方、確かに、うん。そう。やっぱ意味を通してなおかつ踏んでっていうスタイルは初じゃないですか？リブロ君。いや、そこは、そこまではやっぱ、やっぱ言えないですけど。なんか当時、例えばそれこそ、帯同を作ってた頃って、もう90、うん、もう、だから、5、6年とかですか？作ってたのは、そうですね、6年ぐらいですかね。7、8年に出たのかな、98。あ、そうですね、98、CD に関しては8って表記されてましたけど、うんうん、アナログとかもうちょっと早かったような気がするっすけどね。だからちょっとその前の年か、その前の年かぐらいに作ってた感じですかね。感じてたこととか。その当時とかって、そのリブロ君から見た視点で全然構わないんですけど、どういう風に映ってたんですか、日本のこうヒップホップシーンっていうのは。ああ、でも、結構だから、夢中になってた時代だから、うん、すごい、
盛り上がってた時代ではあったので、うん、それ以前はやっぱそれこそシチャダラパーとか、はい、のやっぱすごい音とかかっこいいなっつって、うん、日本語もなんかすごい、シチャダラパーの場合はもう日本語自体も独特に確立してたなっていうのを今もう思えるし、で、それとはなんか、まあ、逆でもないけど、そのアンダーグラウンドみたいな匂いがプンプンする人たちが、もうがっつり、90、それこそ、ぐらいですね。だから自分が夢中になってたのはもう95年前後。ちょっと、ランプアイとか。そう、もう全部を同時になんか聞いてたっていうか。なるほど。その今みたいにそんなたくさん日本のアーティストが多いわけじゃない時代じゃないですか、多分。うんうんうん、その中でも、そういう国内のアーティストさんの音源とかも聞いてたりしたんですね、リブロ君。あ、だからむしろ、だから日本語でやってんのが俺はかっこいいなって思って、はい、それまでは俺、すごい、ギターの練習とかしてたので、で、曲を作ったりするのが好きで、はい、それ自体が楽しかったんで、本当に MTR に録音して、はい、うわ、MTR 懐かしいですね。テープの MTR にドラムマシーンをもう録音して、もうトラックスも足りないから、うん、なんていうか、録音で、ダビングで、やってたんですけど。ワントラ、ニトラとかサントラとかに、そうそうそう、どんどん重ねていく感じですよね。4トラックぐらいの、そうそう、やつをで繰り返して作ってたっていうので、で、何よりもそのヒップホップ、その、US っていうか、英語のものもなんか、おぉ、すごいなって思ってたけど、はい。やっぱ日本語でやってるっていうのが一番衝撃っていうか、それ、やっぱそうだよなっていうか、うんうん、それをどんどんうまく乗せ始めてるなっていう時代っていうか、どうやってんだろうな。リブロ君にもそういう時代がこうあったんですね。ありましたよ、だから。そう。なるほど。なんかこう、たまちゃんがこう、走馬灯のイメージもありますみたいな感じで、あ、そうです。だから、韻踏む人たちですよ、だから。ああ、なるほど。より、よりもう、韻、すごい、もうそこに、だから、俺なんて、なんか全然、踏んでる方ではなかったんで、俺はもうなんかこれは仲間に入れない、入れてもらえないんじゃないかと思ってたけど、本当ですか？スタジオっていうか、よく遊びに行かせてもらって、はい、そこでなんかレコーディングの全体像っていうか、どうやって始めてどういうとこで終わるかっていう過程を すごい見せてもらったっていうか、走馬灯の人たちはすごい感謝してる。それこそ俺も今日久々にどいてなとか聞いてうわ懐かしいみたいな、もう、まあ、ケムマキダマジダリーみたいな、あそこはちょっと被せたくなっちゃう感じので、はい、それこそアーク君とかドミンスキーさんとか、うん、そう、うわ、一緒にやってる人たちっていうのは同世代だったりって感じですか？思いっきり同世代ですね。だからアークが俺も同級生っていうか、はい、本当に高校の高1の同じクラスの。あ、そうなんですか？同じクラスなんですか？同じクラスで出会って、なんかちょっと話しかけてきたっていうか、あれなんか音楽とかやってんのみたいなので、はい、でちょっとやっぱアークも結構やっぱ中学の時から、やっぱこう、いきがりグループというか、はい。ちょっと張ってるグループだったと思うね。はい。で、はい、で俺こういうの聞いてるからみたいな感じで、いきなりなんかね、ヒップホップのね、はい、すごいアルバムちょっと貸してくれたりして。へ、俺なんかその、
それで情報交換しだすようになって、はい、もうだからあのアイスティーとか聞かされたっすよ。はあ、めちゃめちゃギャングスタラップじゃないですか。そうなんです。そうなんです。なるほど。うわ、ね、やばいっすね。はい。長くは。もう、今も全然連絡取り合ってるし。いや、素晴らしいっすね。それこそ、うん、祝祭の、ワンオンっすか、このアルバムのリリーパーの時ですかね。それこそ、うん、あの、どいてなとかやられてたじゃないですか。やったっけ、あの、いや、だからマー君とか、ケンマー君とか、いや、結構、なんかその、いた。いたっすよね。いや、さ、素晴らしいなと思ったっすけどね。だからそういう、なんか、そういうセットとかじゃないですけど、うん、なんかこう、胸圧セットみたいなのとか、もうなんかこう、見たいなとか、ありだなとか、あの、やり方だと思うんですけど、はい。なんかそう、すごいっすよね。この20年間、もう、まあ、もっとか。その、今までのこう楽曲だったりとか、こう、うん、はい。まあ、ちょっと落ち着いたらライブだったりも、ね、見たいなとか思って、そうなんですよね。だから、俺もやっぱ、基本がなんていうか、うん、あの、まあ、音を打ったりする方が好きなタイプではあったんだけど、はい。で、まあ、インドア派ではあったんだけど、もう、こういうご時世でここまでなんか、こう、締め付けられちゃうと、もう、はい、もうちょっともう、ライブやりたいとか、なんかそういう場所でワイワイしたいっていうか、うん、本当高まってるんで、はい、ああ、いいっすね、ちょっと、解放する、次のアルバム、リリースされて。あの鎖での飲み会の、あの、陳酸効果もあったんですけど、なるほど。ああ、じゃあもうめちゃめちゃいい刺激だったんですね。いや、めっちゃ刺激的って。なるほど、なるほど。え、ちなみに当時、その、ファイドとかはこう、どういう、今ってもう全部自分で作れて、全部自分たちで、リリースできるじゃないですか。まあ、それこそ今、配信もあるし、より簡単にというか、まあ、みんながこう音楽作ってこう発表というか、出せるようになったと思うんですけど、こう当時とかってどういう流れで、リリースっていうふうに話が進んでいったんですか？はい。俺はそれこそそれこそアークのつながりで、ネイキッダーズっていうグループの DJ トンクさんっていう人を紹介してもらって、まあ、DJ トンクさんがやっぱ、いろいろつなげてくれたですね。で、もう一番もう、タイドより前の、ちょっと、石っていうシングルがあったんですけど、それが一番初めてちょっとエントリーさせてもらったんですけど、はい、それはフラワーレコードってところで出させてもらって、その後、P バインで、ほう。で、それも両方、おとんくさんがちょっとコーディネートしてくれたとこあるし、まあ曲自体はもう、まるまる自分で作ってたしね。トリリックも別に普通に、それこそデモテープっていうか、まあ、はい、完成したものがもう作ってあった。なるほど。うん。じゃあそれを、まあ出そうよみたいな。ほう。トンクさんなんですね。そう。なんか前なんかこう、そうですね。自分も前リブロ君と、まあもうトンクさんとかになるとやっぱもう自分たちからするともう本当先輩の先輩の先輩みたいな、こう、もうすごい超大御所みたいなこう方なので、こう、もう接点もないですし、名前とかそういう昔の当時のこう、ジャケットの写真とかでしか見たことないような感じですけど、そう、リブロ君前話した時に、そうなんか、トンクさんにこう、お世話になってっていう話はこう、サクッとしてくれてたんですけど、それもこう、アーク君からのこう、つながりだったりとかっていうのがあったんですね。そうなんですよ。だから、アークはやっぱね、その、現場によくちゃんと足を運んでたタイプなので、そういうのを、よくね、案内してくれたんですよ。めちゃめちゃキーパーソンですね、うん。もうめっちゃキーパーソンですよ。なるほど。そっか。いや、ちょっと皆さんぜひ、
アーくんもチェックお願いします。はい。ぜひぜひということで。そうか。なんか今、こう、それこそ、話聞いてきて、やっぱ、いろんな、それこそさっきのトラック提供もそうだし、うん、リブロー君自身もこうアーティストとして客演で呼ばれたりとか、自分のアルバムにこういろんなアーティストを、呼んでとかってことでいろんな人とやってきたと思うんですけど、うん、こうリブロー君がこう食らったこの人やばかったとかっていうラッパーだったりとか、まあラッパーが聞きたいかな、トラックメーカーさんとかでも全然、バンドマンとかでも全然音楽ミュージシャン構わないんですけど、アーティストって言いますか？うん、その、自分のやつに参加してもらった人とか。参加したりとか、関係なく、はい。関係なくです。なんだったら全然接点なくてもいいです、全然。リボ君がやばいと思う。クラッ、この人はやばい。ラッパーで。いや、俺その度やられちゃうんで。なんか、はい。うん、そうですね。そうですね。いや、まあ、カンさんにはかなり食らったっすね。うん。いや、俺はその、いわゆるストリートの事情とか、そんな詳しくないんで、はい。なかなかちょっと、どこで聞いていいのか分かんなかった時代はあったんですけど、はい。うん、普通になんか接するようになったら、だんだんその目線っていうか、が分かってきたときに、一気に全部リリックが来たっていうか、で、特に、自分の、それこそ、キャッスルもすごい背中をしてくれた一人だけど、もうリリックで自分のマイクロフォンコントローラーっていう曲を作ってくれたときに、全部なんかそのラッパーとしてのなんかそのハードルをすごくなんか示してくれたっていうか、ラップやるならここを、うん、こうやっていけばラップ続けられるとかっていう、なんていうかハードルがリリックの中にもう 1000% 決まってる。はい、これはまあ俺の勝手なあれなんですけど、はい、それがマイクロフォンコントローラーって曲に、うん、でそれを本当にもう勝手にこれは全部自分に言われたと思って、うんうん、やって一回ちょっと考えてみようと思った時に、これは大変だけど、はい、うん、ちゃんとなんかね、そのざっくり言えば、もう、それ周りに惑わされずに、なんていうか、その、ちゃんと自分を貫いてるリリックを書けば、いいっていうか、うん、ところまで、ちょっと、まあ、もっと深いことは、深いんですけど、もっと具体的に、ラッパーとはっていうか、はい、リリックは、なんだけど、その、まあ、本当に具体的にやられたのは、その曲。だからまあ、ちょっと質問のね、あれとはちょっと変わってきちゃう、はい。いやいやいや、もう全然、全然その、その、胸熱です。いや、そう。なんかここは、だから、やっぱり、うん、その、一つっていうか、もう多分、はい、一生消えないもん、ね。うん、だから、キャッスルがやっぱり、その、ね、その、ミックスからでこの付き合い始めた時ののも一生消えないし、そのカン君のミックスも一生消えないし、であとはもう俺がトラック、リリックとかはそうなんだけど、トラック作る上では僕は前面のね DJ 戸沢君がね、俺本当にちょっとねちょっとね俺もちょっとブレた、本当にその時にね、本当にね、来てくれた。うん、コラッツって、マヨネーズ。間違いないです。うん、ちょっと一発、ちょっとね、本当に、もう、兄貴の、ちょっと、ね、うん、この、心のビンタを、はい。くらって、俺も、わーっつって、それで目覚めて、はい、で、それで、なんか、
本当にやりたいことなんだっていうかね、そこにまた戻ってこれたい子の日本人か、その戸田君はだから、じゃあ持って、俺持ってるレコード全部聴かすからって、うん、それも持ってっていいから、ちょっとこれでなんか作れっていうのが始まりで、うん、そっからもうずっとね、戸沢ライブラリーをね、もうオープンにしてくれて、もうそれでやってるんでね、なんだったら。だからあの戸田君のね、ミックスもぜひ聴いてほしいね。俺のアルバムとね、すごいね、うん、あの、相互作用っていうかね、うん、本当に、関連がすごいあって、うん、うまくネタをね、関連して、またミックスも作られてるんですね、戸田君。間違いないですね、本当。ぜひちょっと。こう、リブロ君にこう、なんて言うんだろう、本当いろいろ伝えることができる、数少ない、アーティストさんですね。ほんと、戸沢くんの CD も置かせてもらってるんで、ぜひ。本物本だから、ね。メロー・マッドネスもシリーズ、タッチ・オブ・ソウル。うん、はい。ぜひ、バックナンバーとかも全然、言ってくれれば出しますんで、うんうん、皆さんぜひ、キャストで来たときは、チェックしてください。いやー、チェックしてね、ほんと。だから俺も、本当に、幸せもんっていうか、本当にそうやって背中を押してくれたりするね。人がなんかタイミングでやっぱあったんだよね。だから、それ、なんかそれをなんか音楽でやっぱ返して、なんかその、本当にそのつながりない人がそこで音楽でつながって、その感覚、を感じれる準備ができる心にしたいっていうか、うん、そしたら周りの人、実はそういう人いるよっていうか、うん、をなんかね、ちょっと間接的にやっていきたいなっていうのが、うん、まあ今の、ね、やってる意味っていうか。いやもう、素晴らしい話でした。もう逆に聞きたいことすべて言ってくれたんじゃないかってぐらい、ありがとうございます。いやでも、ほんとそれこそでも曲の中とかでもシャウトしてくれたりとか、俺はやっぱその、すごい自分個人もそうだし、みんなキャスのメンバーもそうだと思うし、うん、すごいパワーもらってますから、本当に、ありがとうございます、いつも。こちらこそですよ。なんか、酒飲んでないけど、そういうなんかあれ、話になってきましたね、エモーショナルな感じで。そうですね。なんか、まあ、はい。いや、ありがとうございます。本当に、いつも本当に。いやー、そうですね。じゃあ、ちょっと。だから、はい。次回は本当、お刺身と。はい。日本酒で。いやー、いいですね。ちゃんと、水もちゃんと飲みながら。そうですね。それですね。はい。いやいや、そうですね。いや、いい話、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとなんか、まあ、多分皆さんもこう、聞きたいかなってところだったりとかで、ちょっとまあ、さっきのこう、昔のこう話、90年代の話とかで、ちょろっとだけなんか、聞きたいのが、その、P バインの45周年とかもあって、こう、うん、まあ、雨降りの月曜と対話とかがこう、7インチで出されたり、リリースしたりとかしてるんですけど、うんこの雨降りの月曜っていう、うん、曲もそうだし、このワードだったりっていうのはどのようにしてこう生まれたのかなっていうのを聞いたことないなと思いまして。どうなんですかね。なんか、どうなんですかね。割と俺は、本当に、高校生ぐらいからやっぱ、なんかそのリリックって、なんか、書いてたっぽいんだけど、はい、やっぱ授業も、もうちょっとよくわかんないんで、教科書の端に落書きするようにリリックを書いてて、めちゃめちゃ B-Boy で。なんかね、そう、どういう感じかな。やっぱ、その時はすごい背伸びして書いてたっていうか、で、なんとなくこう、書き方もよくわかんないし、で、こういう感じなんでしょっていうか、予測はい。こういう感じっていうか、世の中、そんな、
そこまで見てたわけじゃないけど、みんななんかこう、はい、まあ、光と影があって、まあ、その、だから、その、普通のポップソングの中であんまり影の部分ってあんまなかったというか、まあ、あったんだろうけど、うんうん、だけど、まあ、ポジティブにやるよねっていう、なんか、っていうのが、曲だと思ったのか。そういう、うん、あの、なんか展開というか、はい、展開が、うんうん。そういう構成だけあって、で、はい、それを、まあ、ずっと書いただけなんですけど、ね、なんかその、うん、どうやって何が引っかかってっていうか、っていうのではなく、でも、その、現実というか、その、実体験、っていうのがないままちょっと手伸びしてちょっと書いてるのもあるっていうか、だからちょっとあとそれこそ 2,3 年後ぐらいに本当に、はい、わこれは書いてたあれの気持ちだとかっていうか、はあ、後からガーッと来た時あったというか、はあ、すごいですね、やっぱ天才ですね。いや、もうだから自分のこう自分の目でこう見たものを描写したとかっていうわけではなく、まあそれこそ、まあ、考えてというか、リブクの中で、こう、出来上がったっていうことですもんね。だからまあ、うん、その、もう、やっぱ、本とか好きだったから、そういう中で出てくる人間ドラマじゃないけど、そういう中で扱われがちな、なんか、気分とか気持ちとか、残ってたっていうか、うん。それを、なんか、その時の自分なりに、ちょっと背伸びして書いたって感じ。だから。いや、詩人ですね、本当に、うん。ストーリーがやっぱあるっすもんね。そう、だから、今じゃ書けないし、うん、ねえ、なんか、まあ、やっといてよかったなっていうか、書いといてよかった。なるほど。いや、素晴らしい話ですね。結構やっぱこう、まあ、それこそカン君みたいにこうリアルスタイルを、自分のこう体験したことをこう、ああやってリアルに書くのもかっこいいし、でもやっぱそうやって、こう自分で考えたり想像したことだったりをこう、曲にできるっていうのはもう本当才能でしかないと思うというか、もう素晴らしいと思うんで、はい。なんかそれこそそうですね、カンさんもやっぱね、それぞれのリアルを書けばいいってよく言ってるというか、はい、ストリートでもそうじゃなくてもっていう、うん、それ自体間違いないヒップホップが懐でかいっていうか、それも、うん、日本のヒップホップいうことかもしれないし、はい、うん、確かに、ね、うん、それはやっぱなんか共通項を見出せるようになって、うん、はい、俺も何でも聞けるし、うん、そのプロデュースしたいなっていうかね、ハードラッパーでもプロデュースしたいなって思うのはそういう、うん、なるほど、だから自分がやるのはまた全然違うんですけどね、はい、うん、なるほどっす、それはどんだけ自分らしく入れるかっていうか、うん、それの勝負、うん、いや、間違いないですね。いや、いい話です。なんか全然なんか今、ふとなんかこう今浮かんじゃったんですけど、うん、最近小林くんとか連絡取ったりしてるんですか？小林くんは、勝之くん？はい。うん。連絡はね、そんな取ってないけど、もちろん、ね、ちょっとね、ちょっと前にね、俺、はい、同じ現場になって、はい、ライブ、もう、やばいライブかましてましたよ、うん。一緒にやったりもしたんですか？いい感じ。いや、やったっす、やった。あー、最高っすね。結構自分の中では、結構小林くんとリブロくんの開口も結構衝撃だったというか、うん、これはね、もう、はい、直接っていうか、まあ、直接ではないけど、もう何にもゼロの状態から、この人は何なのかっていう
ていうことで気になって、あのちょっとあのウルトラの担当してくれた、池田さんっていうのが同じ担当だったんで、はい、あの、はい、小林くんでもやってて、ちょっとつながりあったんで、まあそれで可能だったっていうか、うん、なるほど、うん、そうですね、いや、あの人は面白いですよ、ね、うん、そうですね、なんか映画とかもあれですよね、こう自伝映画みたいなのかな、うんうん、何かでこう見て、はい、うん、そうやって結構みんなこうドキュメンタリーだったりとかこう、うん、作品出してみたいなのとかあって、まあ、すぐ終わっちゃうじゃないですか、うん、うんうん、そうだからなんかそれこそそうやってネットフリックスとかこう拾ってというかこう繋いでやってくれたらいいなとは思うんですけどね、うんうん、はい、うん、まあ、そっか、なるほど、あのドライブインシアター的なイベント、はい、あー見た見た、あれが次の日にまあライブのイベントで、はい、すごいいいイベントだったね、あれ面白かったですね、茨城かなんかでやってたやつですよね、それはね、いや、埼玉かな、埼玉ですか、うん、やってたパターンですね、あのちょっと待ったのかもしれないけど、みんなそのドライブインシアターでこう、まあそのドキュメンタリーをまあ車の中からこう大画面で見るじゃないですか、そしたらみんなそこで一泊していくんですか、あ、じゃなくてね、だからそれは、初日がその映画、はい、で次の日がまあそのライブでみんな呼んで、はい、ライブを一日やるっていう、はあ、なるほど。いや、なんかあのフライヤーもそう、どういうことなんだろうなと思って、フライヤーを貸してもらってたんで、それでその情報はしてたんですけど、うんうん、そう、なんか、同じ日じゃないんだ、みたいな。そうです。だから、本当、映画の日は小林くんだけだったかな、ライブ。あー、なるほど、そういうことですね。うんうんうん。なるほど、なるほど、そっかそっかそっか。いや、そうですね。いやー、そう、なんか今、もう話がちょっとなかなか、いろいろとこう、しっちゃかめっちゃか、しちゃってるんですけど、なんかさっきというか、それこそなんか、今小林くんの話を出したのが、そのさっき PV を見てた時に、二人の曲をちょっと聴いてたんですよ。で、なんかその、開校した時のこう話だったりとか思い出して、今こう話振らせてもらったんですけど、そのリブロ君の YouTube チャンネルあるじゃないですか。うんうんうん。アンプドミュージックリブロの YouTube チャンネルの今一番この新しい新着というかところにビートミックスみたいのもアップされてるっすよね。ああ、そうですね。うんうん。そう、それも、もう、リブロ君がこう過去に出した、楽曲のオケだったりとか、いろいろと多分、まあ、ミックスされてると思うんですけど、それもすげえ、聞いてて心地よくてというか、かっこよくてというか、はい。あれは、あれですか？こう、初めてアップした感じですか？ビートミックスみたいのは。そうですね。だからあれは、うん、もうみんな、だからなんか、自粛で閉じ込められて暇になるだろうからって、うん、もう、人に聞いてくださいじゃないかと。もう心を、まあなんか、なんか穏やかにしましょうっていうか、うん、不安じゃないけど。はい。うん、そういうの。思って、そうなんです、アップしてくれた感じ。あれ、猫ちゃんの今背中が一瞬見えました。目覚めてやって、今。めっちゃ可愛い。なんてお名前なんすか？ニコちゃん。ニコちゃん。いやー、癒しですね。そう、なんかそれこそ、ビートを皆さん、まだ、まあ、聞いてる方は多いと思うんですけど、リブロ君のそのビートミックスも、40分、結構あれですよね、ボリュームもあって、ずっと流しっぱで、BGM として流してても気持ちいいし、ぜひ聞いてもらいたいんですけど、それこそ本当、キャッスル企画だったりとかでも、リブロ君のビートっていうのはずっと、たくさん使わせていただいてて。あ、本当ですか？いやいや、そうじゃないですか。今はもうちょっと配布期間終わっちゃって配信とかでしかないんですけど、うん、なんだろう、キャッスル企画の中でリブロ君の、まあもうゾーンと鬼君と、うん、ああ、だ、そうそう、シリーズですね、はい、だから。プロデュースバイリブロ君っていう、はい。
まとめたいですよ、ね。うん、メガさん、メガさんも OK、いただいたんで、今多分リリック書いてくれてると思うんで。ああ、そっかそっかそっか。はい。10日、アメ横店閉店が、うん、終わったら、その期間にスタジオ入りましょう。うん、ああ、もうぜひ、ちょっと、お願いします。はい、いや、こちらこそですよ、お願いしますわ、本当に。いや、だから、もう、うん、だいぶ曲あるっすもんね。もう出てるやつもあるし。はい。うん、今制作中のやつもあったりして、うん、それこそ本当は自分が旅に行くときに行ってる間か、リブロ君がこういろいろと声かけてくれたりとかしていろいろ作ってたりとか、うん、今はお店で日本語ラップ買ってくれた人に配布してるシリーズだったりとかがあるんですけど、そのまだ制作中の音源とかもあって、もうベス君と自分とそれこそメガ GC に入ってもらってリブロ君のトラックでサビもリブロ君に強引にお願いしてるっていう、やっぱそうお願いばっかですけど、いやちょっとそうですね、はい、なんとか、はい、いけたらやっぱそれは嬉しいですっていう、なんか掛け合いとかでもいいと思うんですけど、うんうんうん、はい、なんか完成の時には一緒に入れたらいいなとは思ったりしてます。うんうん、ちょっとぜひやりましょう、はい、うん。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。すいません、本当なんかいろいろリブ、今日は長々と話聞かせてくれて本当ありがとうございます。いや、もうこちらこそもう。なんか、はい。うん。2021年、まあそれこそさっき制作の話だったりとかも聞かせてもらったんですけども、うん、まあ、音楽活動、制作することっていうのはこれからもこう、ライフスタイルとしてリブロ君ずっと続けていかれると思うんですけど、これからなんかこう、やっていきたいこととか、ありますか？はい。どうですかね。この音楽以外ですか？いや、もちろん何でも構わないです。音楽もそうだし、それ以外も聞きたいですね。もし何かあるのであれば。何ですかね。読書ですかね。読書を、本の紹介とかしたいです。紹介。リブロって、本っていう意味で、そうなんですか？そう、本が好きで、はい、やっぱりなんかその、うん、その中で音楽やる上で、本って本当になんか100年前の本とか、うん、でも残ってるものは残ってるっていうか、はい、だから音楽もそうやって残ればいいなと思って、まあちょっと後付け的なとこもあるけど、それでそういう名前にもなってるとか、そういう、で自分が好きだった、そういう昔のね、うん、そんな本あるんだって。だからそれで、うん、だから これから音楽がどうやって、そうやって長持ちするものを作れるってね、うん、アナログレコードしかないんじゃないかって感じのところはあるけど、そういう思いもある。うん。未だにそういうのからインプットして、リアルストリートタイプじゃないですか。いやいやいや、もう、めちゃめちゃ。だから、うん、ちゃんと、己を追求していくっていうね、みんなそれぞれあると思って。ちょっとそういう。確かに今コメントでも来てるんですけど、リブオ君がこう、執筆とかをするとかっていうのはないですか、まあ、この先。普通に、もうちょっと、時間がかかりすぎちゃうかなっていうのがあるんですね、うん、俺も。音楽でもここまでかかるのにっていう、ね。まあ、今んとこないけど、うん、あとはもう、そういうのと、何ですかね。GO とこう、はい、日本酒担保ですよね。いや、もう、それはもう、願ってもない。はい。もう自分もです、そこは。やりたいですね。牧野くんに付き合わせて。飲まない。いやー、
本当、もう事業ですから、俺は本当、イブヨ君と一緒に飲ませてもらったときは。楽しい事業を一緒に受けさせてもらってるっていう、いつも新しいことを教えてくれるんで。なんか、はい、うん。なんかそうだね。なんかこう、ぐいぐいやっちゃってるんだろうね、俺も。ちょっと、そんな、もうみんな、ちょっとわきわいやり、いっぱい。いや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 、素晴らしいですね。みたいになっちゃってるからね。なるほど、なるほど。そっか。いや、間違いないですね。まあ、本当、そうですよね。おすすめの本知りたいです。まあ、なんかこう、まあ、いろいろあると思うし、あれなんですけど、なんかこう、確かに紹介とかっていうのは面白いかもしれないですね、リブロ君が。ありますか？なんか結構こう、はい、おすすめの本知りたいですっていう、コメントいただいてて。おすすめでもね、ちょっとまだね、うん、本当、これだっていうのはね、なかなかあれなんだけど、西洋にね、旅先に送った本とかは、はい、ああいうタイプから一回ちょっとやっぱ、昔の、この、まあ、歴史じゃないけど、はい、そういうところの本はすごい読んでるんですね。なるほど。日本の歴史、うん、世界の歴史みたいなの、を、なんかまあね、嘘本当じゃないけど、うん、それをなんで言ってるのか考えると結構楽しいというか、うん、嘘でもなんで嘘ついてるのかとか考えたり、はい、まあ本当のことを、本当のことを俺は求めてるけど、まあ、なんかいろいろ、それは面白いですね。なんかまあ、ちょっと、俺もあれですよ、本当、それこそ、コーチの時かな。もう天風先生の一日一話をもうずっと、今でも日課で続けてますから。やばいですね。いや、もう、俺もっすよ。間違いないです。はい、もう、中村天風先生はもうなんか、うん、あれこそ本当に簡単な言葉で、なんか、うん、なんていうか強い意志を感じるっていうか、うん、そうっすね。本当に、はい、もう全員に配ってるんですよ、これも。毎面には。間違いないです、はい。でもやっぱそういうものなのかもしれないですね。なんかこう、人にこう伝えたいとか、こう、なんか、うん、なんだろう、自分もやっぱこう、妹とか、になんかこう、こう渡したりとかしましたから、うん、はい。そうですね。なんかそのね、なんかその人のね、身代わりにはなれないけど、そのね、本当にシチュエーションになった時に、やっぱ発揮するものっていうか、うん、で、ありたいっていうか音楽の、うん、だからそう。だったり、そういうものを紹介したりとか。いや、素晴らしい、素晴らしいと思います。ちょっとなんかもう、事業を受けてる、もう今、背中を垂らして話を聞いてました。いや、なかなかこう、綺麗事にならないように僕もちょっと頭を出して、いや、もう本当楽しみですね。まあ、途中から入ってくれた方はあれだと思うんですけど、リブロ君今新しいアルバムを制作中で、まあ、夏前ぐらいなイメージですかね。まあ、ちょっとね。はい、現実。まあ、ちょっとどうすかね。急ぎたい気持ちは。なるほど。はい。うん、リブロ君の気持ちとしてはもう、春先ぐらいを目指して。うん、曲自体は、はい、結構できてるんですよ。だから。うんうんうん、まあ。仕込みの問題っていうかね。なるほど。うん。まあいろいろとね、他にもありますもんね。ジャケットもそうだし、PV もそうだし。うんうん。それをちゃんと、まあ準備してからやったりなとか。いやもう、おこがましいんですけど、ぜひまた何か、特典だったりとか一緒にやらせてください。その際は。もう全然、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ、よろしくお願いします。いや、本当、ありがとうございました。なんか、もう最後、締めようと思ってからも、やっぱこう、話が、もう、やっぱ面白いんで、ずっと聞いちゃって。ね、はい。すいません、ちょっと、そっから、ちょっとまた行っちゃって。いやいや、全然、本当、貴重な話聞かせてもらって、ありがとうございます。いえ、ごめんなさい。じゃあ、リブ君、落ち着いたら、また一緒にぜひ、
日本酒もそうですし、はい、よろしくお願いします。お願いします。あの新しいアルバム楽しみにします。よろしくお願いします。はい、キャッスルも3月10日まであとわずかですが、はい、新店舗の方も、はい、ちょっと顔出しますんでぜひぜひぜひ最後、うん、また、はい、あの近々会えるの楽しみにしております。お願いします。はい、本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、これあ、そうだ、はい、どうぞ。俺、終わり方がよく分かってる。大丈夫ですこの投稿もしてない俺なんで。そうですよね。どうやって終わるんだろうって多分 思わせちゃってるかも。始めたんじゃないかって言ってた、うん、はい。いやいやいや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あの、自分の方から、あの、切らせてもらいますんで。わかりました、はい。はい。すいません。じゃあ、失礼します。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。連絡入れまーす。みんなありがとう。はい、ということで、本日はリブロ君と、インスタライブやらせていただきました。かなり貴重な話も、あの、してくれたので、アーカイブも、残させてもらいますんで、よろしかったら見てください。